マスオ DB でーすと共に始まる彼の名はマスオ。2014年、彼はダイエットに成功した。だがしかし、彼は今新たな悩みを抱えている。そう、それがリバウンドだ。マスオはどうしても食欲が我慢できない。食べたいけど太っちゃう。どうしよう。そんな彼の元に現れたのは救世主、ダイエットブーブーだ。鼻を押されたらおしゃべりするよ。食べたくなったら押してね。え、今喋った？お前一体何者なんだよ。鼻を押されたらおしゃべりするよ。この鼻に何か秘密があるんだな。何か解決策があるのかもしれない。押してみよう。行くぞ。えい！ブーブー、お食事モード。ご飯を食べ終わるまで近くに置いておいてね。いただきます。いただきます。我慢しろってことなのか？わからない。もう一度押してみよう。パッパと歯磨きしちゃおう。食べたくなくなるよ。さっさと歯磨きしちゃおうだと。もう一度押してみよう。痩せたらあの服が似合うと思うわ。ブヒブヒ。そうだよな、そうだよね。うん、そうだよ。君はなんていいやつなんだ。もう一回だ。ダメよ、ダイエット中でしょ。ダイエット中、うん、確かに。ねえおデブちゃん、ねえおデブちゃん、どうやら痩せて変わりたいんでしょ。ブヒブヒ。おデブちゃんってお前に言われるのかよ。おい、相撲部屋にでも入るんですか？ブーブー。相撲部屋にでも入るんですか？我慢できない豚はずっと豚よ。我慢できない豚はずっと豚。いや、結構バリエーション豊富だな。デブずっとずっとデブ。マジか、すごい毒舌だな。食べるのをやめます。でもダイエットブーブー、君のおかげでまたダイエット再開できそうだよ。ありがとう。はぁ、どれはどこのお肉になるのかしら。ブヒブヒ。はい、ということで今日はね、変な動画作っちゃいましたけど、これね、東急ハンズで買ったダイエットブーブーってやつです。うん、まあね、品物はまあここ押せばいろいろできるってやつなんですけど、うん、なんかうん、面白かったんで、ちょっとご紹介しちゃいました。もしダイエットしたい方、毒舌全然気にならない方、M な方、はい、ぜひこれ買ってみてはいかがでしょうか。面白いですよ。で、ちなみにね、本当にね、リバウンドしてるのかとかね、気になる方もいると思うんですけど、ね、あさって、僕実は身体検査を受けるんですよ。ね、その時にね、動画も撮れるみたいなんで、体重とか身長とかね、まあ撮れる範囲で、ちょっと皆さんにね、また公開していきたいと思います。はい。どのぐらいね、体重になったか気になるんでね。はい、ということでね、今日はこちら、ダイエットの強い味方、ダイエットブーブーね、ご紹介していきました。うん、面白かった。はい、ぜひまた明日もよかったら見てください。ということで、以上マスオ TV でした。最後までご視聴ありがとうございます。バイバーイ。バイ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 。うん、パルムうまいっすね、やっぱ。うん。